2024年に開幕からの先発ローテーション入りを目指してキャンプインした中日、根尾昂選手。しかしオープン戦で結果を残せずに2軍スタートとなってしまいました。そしてその2軍でも試合で打ち込まれてしまっており、1軍昇格がますます厳しい状況になっているのです。昨年のシーズン終盤で先発として結果を残し、ファンや関係者に今年の飛躍が期待されていた根尾選手が2軍でくすぶっている理由とは一体何なのでしょうか。ある球団関係者が語った、根尾昂が2軍でくすぶり続けている納得の理由とは、2023年の NPB にて9月の終盤で1軍のマウンドで先発投手としてプロ初勝利とはならなかったものの、まずまずの結果を残した中日ドラゴンズの根尾昂選手。同選手は2024年の開幕ローテを目指し春季キャンプでアピールを続けましたが、その成果を見せるべく臨んだオープン戦では3試合の通算で14イニング8失点と結果を残すことができませんでした。キャンプインの際には開幕ローテしか見えませんと意気込みを語っていましたが、前述のように結果を出せず目標としていた開幕ローテ入りは果たせなかったのです。そうして2軍スタートとなった根尾選手は2024年4月2日に鳴尾浜球場で行われたウエスタンリーグの阪神タイガースとの試合に先発としてマウンドに上がります。ここで結果を出して1軍昇格へのステップアップにしたいところではありましたが、その結果は残念ながら1回を投げて被安打5、四死球4、失点4と2回持たず KO となってしまいました。自分が思い描く投球とは程遠い内容でした。制球が定まらずにボール先行で痛打されることも多かったです。気持ちが先に入ってしまったのもありましたが、言い訳にはなりません。メンタルもコントロールできるようにしっかり取り組んでいきたいと思いますと反省の弁を語った根尾選手について、球団関係者は次のように語ったのでした。ボール先行になってしまう投球から見て課題となっていた制球面が全く改善されていなかったことが分かりました。連続フォアボールで自ら塁を埋めてピンチを招いて自滅するのは安定感がないと評されても仕方がありません。彼は休日も部屋で読書をしているなど真面目すぎるところがあります。それだけに一度悩んでしまうとかなり長い間考え込んでしまうのです。彼自身が4月2日の投球については言い訳にならないとコメントしていましたが、思い悩んで深みにはまってしまわなければいいのですが、このように根尾選手が負のスパイラルに陥ってしまうのを心配するコメントを出した球団関係者はさらに、彼の投げるストレートはマックスでも150キロを記録していますし、変化球もスライダー、フォークなどその質は一級品とも言っていいほどです。ただメンタル面での課題があって肝心なところで気持ちをコントロールができずにフォアボールを出してしまうのです。ブルペンエースという言葉があるのですが、まさにそんな感じで試合前のブルペンではすごい球を投げるのですが、試合となるとという感じなので首脳陣も危なっかしくて使うのがためらわれる感じになるのだと思いますと、メンタル面での課題を強調したのです。このようにして真面目な性格がゆえに気持ちの面での制御が難しく、自らの理想の投球ができずに未だくすぶり続けている根尾選手ですが、同選手は言わずと知れた大阪桐蔭の最強世代の一人であり、ドラフトでは4球団が競合したほどの逸材でもありますので、毎年のように注目をされるのはある種の宿命とも言えます。そしてそんな根尾選手を春季キャンプの頃から見ていたとある日本球界を代表するレジェンドがいました。それは一体誰なのでしょうか。ある日本球界のレジェンドが語った春季キャンプでの根尾昂とは、2024年のプロ野球開幕前である3月11日に東海地方のあるテレビ局の公式 YouTube で公開された動画にて、元中日ドラゴンズの OB であり日本球界を代表するレジェンドの一人ともいえる山本昌氏が出演し、古巣である中日ドラゴンズの春季キャンプの視察レポートを語ったのです。その中で投手転向から3年目を迎える根尾昂選手についても言及しており、山本昌氏は根尾君についてなのですが、投手転向2年目を迎えた2023年の2月の頃はとにかく苦労していた印象が強かったですね。ここまでフォームが崩れるものかなと見ていて心配になるぐらいに崩れていましたね。はっきり言って崩れに崩れてピッチングどころの話じゃなくなっているようなレベルでした、と前年の根尾選手の様子を振り返った後で
けれど今年の2024年のキャンプではそんな心配は必要ないほどちゃんと投げることができていましたねと根尾選手の印象を打ち明けたのです。そしてその後で、ただし投手に転向したばかりの時のようなボールのキレがまだ戻っていないのが気にはなりましたね。少し後遺症があるのではないでしょうかと心配に感じる点について触れた上で、とはいえ彼は努力家で聡明な選手なので改善していけると思います。球速もストレートは150キロも出ますし、球のキレが中継ぎをやっていた頃や投手転向当時の頃に戻ってさらにキレが上がればローテーションも十分狙えると思いますので、頑張ってほしいですよねと根尾選手の今年の活躍に期待するコメントを残したのです。残念ながら山本昌氏の期待には現時点では応えられていないのが現状ですが、根尾選手の持つポテンシャルは山本昌氏もまた認めるところではあることがコメントからわかります。そして今年の春季キャンプではある OB が臨時コーチとして招かれ根尾選手を指導したのです。その OB とは一体誰なのでしょうか。ドラゴンズ春季キャンプで臨時コーチを務めたドラゴンズ OB が語った根尾の課題とは、前述に挙げた通り今年2024年のドラゴンズの春季キャンプに臨時コーチとして招かれたのはドラゴンズの OB であり、そして根尾選手の高校の大先輩にあたる馬中慎二氏でした。コーチとして母校の後輩を指導した今中氏は、記者の取材を受けて根尾選手について様々なことを語りました。先発として長く投げるために必要なスタミナについては投げながらつけていくしかありません。例えばシーズン終了後の教育リーグでは9回完投できたとしても、対戦相手のランクが明らかに違う1軍の試合では5回6回を投げるのも辛く感じます。シーズン中もできる限り長いイニングを投げて慣れさせた方がいいと思います。そして今中氏が現役時代に一番の武器として使用していたスローカーブについても伝授したようで、ブルペンに限らず長い距離でのキャッチボールをやった方がいいと教えましたとコメントし、カーブは放物線を描くようにして感覚をつかんでいきますからね。それにストライクゾーンにカーブを投げられるときは体のバランスが整っているのでコントロールの改善に役立つはずですとその真意を語りました。そしてオープン戦での結果についても言及しており、キャンプ後の2024年3月2日に行われたヤクルトとの試合では5回途中6安打5失点という結果については、キャンプの実戦で見せたテンポの良さがなく結果を欲しがっていた感じで、彼の良さである大胆さがなくなっていたのです。ちゃんと投げなきゃ、いい球を放らないとという意識が強すぎたのかなと思います。とにかく現段階では打たれてもいいからいろいろ試してほしいなと思いますと根尾選手に対して意識の変化を求めるようなコメントをしていたのです。現段階では OB たちが口にした問題点等が浮き彫りになっている感じですが、果たして根尾選手は課題を克服して再び一軍マウンドに立つことができるのでしょうか。どんなに投げるボールが素晴らしくても気持ちを制御できないとそれを生かすことはできません。こういったことは野球に限った話ではありませんが、根尾昂選手が2軍で苦しんでいる様子はやはりメンタル面は非常に重要な要素であるということを教えてくれると思います。根尾選手もまたこのメンタル面での課題を乗り切ることができれば、一皮も二皮も向けて先発ローテーションの一角を担う投手になれるのではないでしょうか。